皆さんこんにちは、おーチャンネルです。よろしくお願いします。ちょっと前のお話になるんですけども、2021年12月12日日曜日のサザエさん、皆さんご覧になりましたか？まあ、私は毎週ね、日曜日の夕方、サザエさんはね、いつも夕ご飯を食べながら必ず見ているんですけども、この前のサザエさん、ちょっと私も話題になったのでツイッターでつぶやいたんですけども、サザエさんいつも3つねお話をやってますけども、第2話のお話がすごいなんかジェンダーフリーな感じでなかなかいい内容だったなと思いました。で、ツイッターでもね、いろいろとエゴサをかけると、やっぱり話題になってたみたいでね、ちょっと改めて動画でちょっとこの話題取り上げてみたいと思います。私が今日伝えたいことは、性自認は強制されるものではないというお話をしたいと思います。でそのサザエさんなんですけど、ちょっとご覧になってなかったっていう方のためにも、ちょっと予告をね、読んでみたいと思います。もう過去の放送ですけど、予告は一応ネットでね、検索かけると見えるんですよね。第2話、歯がゆい物語というタイトルのお話でした。で、予告をちょっと読んでみますね。夕飯時、ワカメに元気がない。家族が理由を聞くと、恋の行方が気になるという。恋と波平は焦るが、実は恋愛漫画の展開が気になっているらしい。カツオのクラスの女子たちもその漫画に夢中で、カツオも勧められるが少女漫画なので読む気がない。しかし偶然ワカメが置いていたその漫画を読むと夢中になってしまう、というお話だったんですね。で、その内容がすごい気になったカツオが少女漫画を読むんだけど、周りの人たちにちょっと恥ずかしくて言えなかった。でも家でそのお話をしたら、お父さんである波平にね、好きなものに男女は関係ないよというふうに言ってもらえたんですね、カツオがね。でワカメも逆に、少年漫画をね、読んでたりとかもして、だからこのサザエさんってね、昭和のお話、昭和のね時代からやってるアニメですけど、このサザエさんの中にはね、現代登場するような、こういうね、スマートフォンだったりとかパソコンとか、そういうものってサザエさんの世界には存在しないんですけども、でも今世の中がやっぱり注目されているね、ジェンダーフリーっていうこの話題をサザエさんの中に盛り込んでくれたのはすごいなっていう、びっくりしました。嬉しかったですね、このお話。私も全然、これを見ていて、ああ、これいい話だったなと思って、思わずね、ツイッターで、なかなかいいお話だったってつぶやいたんですけども、皆さんはそのお話聞いてどう思われましたでしょうか？別にね、男の子が少女漫画読んだっていいし、女の子が少年漫画読んだっていいと、今の時代だったら全然そんなのね、いいと思いますよ。私はちょっと目が不自由でね、小さい頃からなかなか本を読むっていうのは難しかったんですけども、でもテレビで少女アニメなんかも私見てましたし、正直私の場合は、性自認私は女性だったので、小さい頃からね、周りの男の子たちがね、そのウルトラマンとかね、仮面ライダーとか、そういう特撮系のもの、やっぱり男の子は好きなんですよね。でも私はどうもそういうのに興味がなかった。興味はなかったし、逆に少女漫画だったり、その少女アニメだったりとかをよく見てたけど、やっぱり周りの人たちには、男女周りの友達にはこういうの見てるんだよっていうのは、ちょっとね、やっぱり当時はまだそういう言葉なかったからね、ジェンダーフリーとかトランスジェンダーっていう言葉は昔なかったですから、でそれで自分がどうしてこういう気持ちを抱いてるのかっていうのも当時はまだ分かっていなかったので、周りの人たちにね言うことはできなかったっていうのがありましたけど、でも今の時代はもうそういうのはないよね。だから、これからお話ししつつしますけども、性自認は強制されるものではないっていうのをちょっとお伝えしたいと思います。でですね、ちょっと折り紙を持ってきました。やっぱり性別とか、やっぱりものを語る上ではこの2つが出てきますよね。青と赤です。男性なら青、女性なら赤。確かに分かりやすいですけども、これはあくまでも生物学的な性に関する部分であって、それ以外の部分、性に関してあり方っていうのは大きく分けると4つあるんですよね。1つ目が生物学的な性、これは生まれ持ってきた性別、私の場合は男性で、2つ目が、性自認、心で感じている性別です。私の場合は女の子、女性です。で、3つ目が性的指向、これは自分が好きになる対象の性別です。私の場合は、女性です。私は女性、体が男性、心は女性、好きになる対象女性という、トランス女性の、レズビアンっていうふうに私はなるんですけど、
で4つ目は性表現です。これは自分がどんな服装をして、どんな服装でいたいかとか、どんな服を着たいかというわけですけども、まあ、私の場合はまあご覧の通りとね一番気に入っている今日はスカート履いているんですけども、まあ、こんな感じですけども、まあ、小さい頃なんかにねよくあの子供がね例えばおもちゃなんかを買うときはあの男の子だったらさ車だったり電車のおもちゃだったりとかあとなんかロボットとかねそういうかっこいい系ですよね。で女の子だったらなんかぬいぐるみとか人形とかねあのシルバニアファミリーとか昔流行りましたよね。こうママの時計とかねそういうのやっぱり好きだと思うんですけども、だけどどうしてもねあの親っていうのは性自認を調整してしまいがちなんですよね昔から。だから例えばそれ男の子に対してそれは女の子のものだからダメだよと、逆に女の子に対してそれは男の子のおもちゃだから買わないでとか、こういうのって圧力になってますよね。ね、私もね昔そういうので結構苦しんできた思い出があるので、今の子未来の子供たちにはそういうのないようなあの自分が感じたもので過ごせる、自分が感じたようにあの過ごせるジェンダーフリーな社会になってほしいなというふうに切に思ってます。だから私だって赤いものとかピンクのもの大好きですし、ぬいぐるみだって大好きですしね。でね、これ iPhone ですけども、これだってローズゴールドのカラー使ってますよ。だって可愛いんだもんね。自分が思ったように過ごせるっていうのが一番幸せだと思います。周りが何と言おうと、やっぱり周りが何と言おうと言って本当は周りもそういうのを理解していけるような世界になってほしいですよね。だから男の子だって別にねスカート履いてもいいだろうし、女の子だって強制されるものじゃないからねスカートをね。だからズボン履きたいって思ってる人は全然そういうのありだと思いますよ。っていうお話を今日はそのサザエさんの関連でお話をさせていただきました。皆さんいかがお感じでしょうかね。だからねその親がその子供に対してこれはダメこれはダメっていうのをね、その性的なものも含めて強制するべきではない。だから一番いいのはその子が感じたようなものを与えてあげればいいと思いますよ。だから例えば私だったらね小さい頃まあ男の子だけど女の子の服着たかったけどそんな着れなかったけども、今だったらいいんじゃないっていうふうに言ってくれる、親が理解してくれる、そういうね家族がいたらなんて幸せだろうって思いますけどね。私もそういう経験がなかったからね。だからその子が思うような服を着て、その子が遊びたいおもちゃを与えてあげてでいいと思いますよ。だって私だってぬいぐるみいつも枕元に置いてるけど、いつも可愛くてね朝おはようって挨拶かけてあげたりとか乙女チックな感じもしますけどね。でもそれが私なんだもんね、と思いました。というわけで今日はこんな感じだったんですけども、サザエさんのねちょっとジェンダーフリーの内容と、あとはこれに関連して、性自認は強制されるべきではないというお話をさせていただきました。というわけで今日の動画はこれで終わりにします。ありがとうございました。バイバーイ。